ろしいですか。じゃあ最後のですね、締めですね、締めですまだ時間いっぱいあるんだけど、あ、そう、じゃあね、近況報告をします。ブラジルに毎年行ってますけども、今回の、ブラジルはラーメンがメインでした。そうです、クリチバとカンポソジョルナと、ディテロイと、それからリオ、全部で、ね、6カ所でラーメンの講習会やってみました。おい、それは1月にジャイカビールでラーメンの話をして、でそこにいる厨房屋さんの食の道場っていう、施設を借りて、ラーメンを教えたんですよ。リオから2人、サンパウロから2人、ボリビアから2人、アルゼンチンから2人、全員で8人が来てて、いっぺんにラーメンを作ったのね。そしたら、もしリオにブラジルに来る時には寄ってくださいっていう話があって、それでブラジルに行くのが決まってたんで行きますけど、3番もやるので、ラーメンはどのくらいになるかわかりませんでした。1週間の予定はちょっと取れたのラーメンで、クリチバっていうところの総領事が知り合いなので、そこの道に泊まって、そこでクリチバでラーメンを一発やった。ただ90人から150人の人が食べたんですけど、でそこで好評で、ロンドリニアっていう町とアサイっていう町からもラーメンやってくださいって言われたんだけど、もう日程的に無理なので、今回は無理ですよって。松井さん、すっごい大事な話してるから聞ける人聞いてくださいよ。もうこれ最後だから、まあ、聞かない人は聞かなくていいって、聞ける人は聞いてあげてください。いいですか。ありがとうございます。でん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 、そういうわけでブラジル編の話続けます。そうやってロンドリーナっていう町と、ロンドリーナとアサイっていう町からラーメンお願いしますって言われたんだけど、もうその時はもう日程的に無理だったの。そんで、サンパウロに戻って、サンパウロから車で3時間ぐらいのところにカンポストジョルド、ブラジルのスイスとかブラジルのドイツとかって言われて、チロル地方のこういう三角の屋根、そう三角の屋根の街並みがあるところで、そこの老人ホームでお願いされたの。で老人ホームに行って作ったの。で着いたのは夜の9時だったのに、9時から仕込むとね、明け方までかかるんですけど、そんでやっぱり4時までやるんですけど、兄ちゃんたちは11時ぐらいに帰ってもらって、俺はじゃあ仮眠するから部屋取ってって言ったら、その老人ホームの個室です。そう、そんで一人でボツンと仕込みやってて、スープとチャーシュー、卵、返し、それだね、全部現地のもの、現地のもの全部、それで次の日が仕込み、試食、朝から、昼にみんな集合して、そこから麺みんなで作って、地元の粉でタンパクが低いので、卵を混ぜて作ったの。それで、みんなで食べて、その時地元の大学の関係者がいて、大学で講義してくださいって言われて、だけど日程的に大変なんですけど、したらどこ行くんですかって言ったら、リオ行ってディテロイ行くんですって。ディテロイ行くんです。そしたら、じゃあディテロイまでタクシーで送りますからお願いしますって言われて、その試食した次の日のお昼から2時半頃までその大学で講習をやって、その後タクシー乗って360キロ、7時間タクシーでもね、楽でしょって言われたら、バスやなんかだと、バス飛行機だと俺荷物持ったりするんだよ。
だからその分楽だったんじゃないですかと。で、ニテロイ着いて、ニテロイで、まあ、そこでホテル取ってもらって入って、次の日朝からニテロイのその連合会の人たちが50人来るんだって。で、50人が全員ラーメン、麺を作りたいって言うのよ。え、50人が麺作るんですかさ。大変ですよそれさ。無理ですよさ。さ、悲しい顔されちゃってさ、そう、じゃあやるよってさ、じゃあ 50キロ、1人1キロで50キロ用意してくださいって。そんでこうやってみせて、大体ほら分かるんですけど、やってみせて、その分量だけ間違えなければできる。だからやっぱり50人もいれば分量間違えたり、なんでこうなっちゃったのかなとか、そういうのもあるので、そういうこともありの、それ手直ししながらやったの。チャーシュー全部仕込みは前の日、そしたら当日チャーシュー仕込むとこ見たいとかね、醤油だれ作るところが見たいって言って、じゃあやりますよってやったの。そしたらね、チャーシューは2時間ぐらいでできるんですけど、あの日本と違って脂身が少ないんだよ、豚肉でも鶏肉でも。だからね、その脂身がない分ジュ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 ってならないから、煮上がるのにちょっと時間かかる。だけどもロンドリーニャ、クルチバロンドリーニャトンボス4回目なんで、だいぶ慣れてきて、火加減も慣れてきたんで、そんで2時間ぐらいでできるようには なってきたの、で分量から何か全部教えてね、あの桜醤油 500cc に砂糖 100g 入れてくださいって。それで2時間ぐらいで動いちゃうと、8キロ9キロの肉は出来上がっちゃう。それをね、ずっと待ってるんだよね。なんで待ってるんですかさ、持って帰るんだって。おそば入りやばいよね、ほんとに。あ、そう、じゃあ持って帰って、暑いからすぐは切れませんよって。一晩冷蔵庫でしまって閉めてからじゃないと切れませんよって。そんで持って帰ってもらって、でスープでも何でも作ってるって言うから、スープはいかん、6時間はかかりますから無理ですよって。だからスープはほらみんな使ったから中身が見えるのね。そこに材料がいっぱいあったら、これとこれとこれとこれでしょうって、合計30キロぐらい入れればできやすいなって。スープもみんなペットボトル入れて持って帰っちゃったから、すごいですよ。もったいないって、そのね、無駄にしないっていうか。麺もみんな、1キロやると10食とか11食でいいんですけど、みんな持って帰って、クリチバでやった時はみんな周りの人にあげちゃったんで。だから90人分作ってたのに足んなくなってきて、途中から作ったから、醤油だれ足んなくなりそうだけど、なんでこれ足んねえのって、なんでみんな途切れないのこれって作ったの、追加でね。そういうこともした。そんで、ニテロイがうまくなって、今度はね、大学イリスワン大学、あとエスタシュ大学両方で交流したり、実習したりして、でやったの。そんで帰ってきたのね。そしたらボリビアから来てくださいっていう連絡が来て、ボリビアで、ボリビア行くのにさ、お金どうするの、交通費って。帰ってきたばっかりだからね。山越えるんだよ。そう、アンデス山脈。あれね、ゴルフ航空行くと1人3万円ぐらい往復で、安い時でね。ほんでお金ないもん、もうさ、どうすんのやるって。で、行けるとしたら6月か11、12月ぐらいじゃないですかって。で、6月にじゃあセットしましょうって、6月のスケジュールを立ったのよ。そんで一箇所で負担するのは大変でしょって言うから、じゃあロンドリーニャとアッサイ、それからクリシマのその、セナキ大学で、なんだよ、日本食習慣ってのがあるから、それにぶつけて、じゃあ4箇所で4等分して割って出してくれればいけんじゃないですかって、そういう提案をしてるの。そしたらロンドリーニャは6月は忙しいから9月にしてくださいって言われて、9月だっていけるわけねえよな、8月だってもっといけないし、浅草あるし、まあ今はそこはね、どうしようかっていうところなんですけど、まあそんな状況で、ブラジルでカツサントミンっていうか、そのラーメン、向こうはね、全部で200軒ぐらいないんだよね、200軒も。で、日本は20万軒あるんだよって。その中で、うち6位になったことあるんですよ、そしたら、うわー
ほとんど全部日本語なんですけど言ってんでね、ちゃんと通訳してくれてる人がいてしてんですけど、ちゃんと通訳できてるんですか、ひどいこと言ってるんですけど、中にはね、科学が分かる人がいて、例えば水酸、炭酸ナトリウムとか炭酸カリウムっていうと、こう英語で言うんですけど、そこに DI つけた方がいいよとかね、教えてくれて、へえなんですよ。そんな感じで、まあ、理解してくれる人がいたのはできたかなっていう、こんなところです。はい、炭酸と